いつもありがとうございます。リサクワークスの新人林です。よろしくお願いします。今日はあの日立、まあ廃校機に名前変わりましたけども、新しい 36V 充電型のスライド丸ノコ190出ました。ついにありがとうございます。パチ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 。C3607 ですね。こちらの特徴はまず、まあ、見て分かっていただける通りバッテリー型です。で、通常 100V やっぱり1000邪魔になっちゃいますよね。力はもちろん 100V なんですごくパワー出るんですけど、こちらたったバッテリー1つ、これ 36V ですね。これバッテリー1つでここに装着していただくと、あら、ブラッシュレスモーターで 100V と同じぐらいのパワー、強力なハイパワーモードで木ガシガシ切っていただけます。で、特徴はあのもちろん190なので61ミリまで、切りますので、あとはこちらですね、コンパクトタイプで、ごめんなさい倒しましたけど、45度傾斜、これ両方とも失礼しますね、ボタンの方が、こちら両サイドから、おっとごめんなさい、はい、45度両方ともですねサイドから切れますので、あの材料とか反転させなくてもそのまま定位置で切れます。よいしょ、これもかなり使い勝手もいいですよ。あとはもう廃校機さんライトの方ですけど、こちら2箇所ですねつきます。こちらのマーカーも出ますので、相手の材料の切る位置、これを決めるのがすごく楽ですね。こちら日立さんの従来の190ですね、 100V なので、まあ、コード必要にはなっちゃうんですけども、これまあ定番の、今ライトついてますよね。これ結構まあいろいろなところ当てられるのでこう分かりやすいんですけど、やっぱり職人さん結構邪魔なんだよねっていう声がまあ結構あるんですよ。こちらだと 36V の方はですね、ライトの方が非常にこう2箇所ですね明るくて、しかも場所取りませんので、非常にこう邪魔にならず便利なんですよ。 OK です。はい、で、あのおなじみのこのこちら 100V の方なんですけど、モーター部分見ていただけると分かるんですけども、従来の、モーターブラシがちょっと必要になって、カーボンブラシが必要になっちゃうんですけど、モーターになるのでその分機構がちょっと大きくなっちゃいます。あと若干重くはなっちゃうんですよ。でこちらやっぱ長、ちょっと見てもらう通りちょっと幅ありますよね。はい、でもやっぱり職人さんですから、切るときに上から見た時とか見やすい方が多分使いやすいです。でもこちらの方新しいのだと、あの珍しいこのブラシレスモーターになってますので、まあ、バッテリー型なんですけどすごくパワーが出る。しかもブラシレスモーターのいいところ、幅がさっき見ていただけたところ見えますか、だいぶコンパクトになってます。はい、なので切るときにすごく材料見やすいんですよね。サイドから見たときももちろん倒せますし、あと音なんですけどちょっと鳴らしますね。最初ゆっくりで、あの後半からこうスピードアップする形になりますね。音も若干します。でこちらはブラシレスの最新型ですけども、出だし早いですよね。最初からこう高スピードでモーターの方を回っていただけるので、こう切る時のこうバリの音部分とかも多分すごく、あの自分のなんて言うんですか、こう綺麗に切れると思います。はい、ありがとうございます。そしてですね、今ちょっと関連商品のご紹介なんですけど、もちろんこちらバッテリー型なので持ち運び、要は現場でお使いいただいて、 100V なかなか現場で取れない時もありますので、まあ現場でまあ相手の材料に合わせて切るっていうのができるんですけど、作業場で作業するときに
あのバッテリーちょっとじゃ あの残量とか気にするの嫌だなっていうお客様で、これちょっと外してもらって、これあの日立の方、ごめんなさい、廃校機の方で関連商品で出たんですけども AC-DC アダプター、なんとこちら要は 100V と同じようにですね、こちらに挿していただけると、はい、これ今バッテリー入ってるんですけど、実はこちら有線になってまして、はい、これですね、あの要は作業場で作業されるときに、まあ、あの通常の 100V と同じような使い勝手ができるっていう使い方ができますので、本当に今度はもうバッテリーの残量気にせずにそのままお使いいただけるっていう風にお使いいただけますので、これはこのスライド丸のこと、こちらの方ご利用していただけるとかなり便利に使っていただけると思いますよ。もちろんバッテリー式ですから現場に持ち運びいただくときに、まあもちろんこちらは外していただいて、通常本来バッテリー機 36V ハイパワーで現場持っていただ持ち歩いていただいて、相手の材料をサイド両サイドからバリバリ切っていただけますので、これはもう今リサクのおすすめ大人気商品になりますので、ぜひ皆さんリサクに来ていただいたときはこちらちょっと覗いてみてはいかがでしょうか。以上、新人の林がお送りいたしました。ありがとうございます。